国が手掛けることに決まったインドネシアの高速鉄道。首都ジャカルタと西ジャワ州バンドン間150キロを結ぶ計画で、完成すれば東南アジアで開通する初の高速鉄道になります。この高速鉄道計画では、インドネシアと中国の合弁会社が50年間にわたる経営権を獲得することで合意しており、現在、出資比率がインドネシア 60%、中国 40% になっています。しかし、ジョコ大統領は、計画が失敗した時のリスクを軽減するため、その比率をインドネシア 10%、中国 90% にしたいという考えを、今月25日に、同国の運輸大臣に伝えたそうです。この報道に対し、売国的、あるいは、そんなにリスクが高い計画なのかということで、現在、インドネシア国民から、批判の声が殺到しています。関連記事に寄せられていたコメントをまとめましたので、ご覧ください。海外の反応。はははは、もう笑うしかないわ。日本案じゃなくて中国案を採用した時に間違いは始まった。大統領は今頃になって中国案を取ったリスクに気づいたのかよ。周囲からも慎重になるようにって言われてたじゃないか。経済植民地にでもなるつもりか。ジョコ大統領は中国系なんだろうな。国を売るだけじゃなくて、ボーナスまで上げちゃうんだ。ここは中国じゃないんだぞ。インドネシアの同胞たちよ、今こそ目を覚まそうじゃないか。政治リテラシーがなきゃ、俺たちはいつまでも被害者のままだぞ。この鉄道計画は、一体どこまで間違え続けるんだろうか。いっそのこと中止にしちゃえば？大統領、よくやった。これで、インドネシアは中国の経済植民地だ。結局のところ重きを置いたのは、品質とかじゃなくて、返せるだけの建設費に抑えられるかどうかだったんでしょ。はははは、今から計画が失敗することを考えてんのかよ。彼はインドネシアの大統領だよね。それとも中国のなの？日本を選んでおけば、こんなことにはならなかったのに。少なくとも、こっちにも利益が出るようになったんじゃない？メイドインチャイナを選んだ時点で、悪い予感はしてたさ。また、俺たちインドネシア国民は騙されたってわけだ。もう、国ごと中国に売っちまえ。ちきしょう。どう考えても、俺たちは、手を結ぶ相手を間違えたな。カオスな中国案を選んだら、何かが起きるに決まってるじゃん。実際最初から問題だらけだったし、この政権が今までやってきたことを思えば驚くことじゃないでしょ。最初に中国案を受け入れた時点で計画に問題があったんだ。そもそも日本案を選んでればリスクを考える必要はなかったんじゃない？サポートだってちゃんとしてくれたんじゃないかと思うけど、これってもうインドネシアの高速鉄道とは言えないでしょ。いくら失敗した時のリスクを軽減するためって言ったって、10% は普通に考えてないだろ。リスクを知っていて、なお中国を選んだんだからな。そりゃあ日本人も困惑するよな。ほぼ、中国のものになっちゃうじゃん。で、建設費用は、インドネシア持ちって何これ。大統領は、今後のビジネスモデルになるものだから予算は関係ないと言った。一方で、日本案だと、建設費用が重荷になるとも言ってたよね。どっちが本当なの？報道が間違ってるの？このニュースを聞いた日本人は、ほら見ろ。って思うだろうね。インドネシア人はこのまま手をこま抜いてていいの？孫の代まで借金が残っちゃうっていうのに。こうなると、高速鉄道自体いらなかったんじゃって気になってくるな。何で、いつも中国を選んじゃうんだろ。中国の企業は、中国人の利益のためにしか動かないよ。どうして、それが未だにわからないんだ。大体からして、なんで中国製にしなきゃいけなかったのよ。品質が、日本製とは比べ物にならないじゃん。どうしてこうなった？自分の国の利益にならない投資って何なんだよ。なぜに、この政権は、中国に寄りまくってるんだろうか。日本やスイスみたいな信頼できる国と手を結んでくれよ。つまり利益も同じくらいの割合になるってことだよね。
完全に騙されてるだろこれ。本気で一度白紙に戻してまた一から決め直したい。日本じゃなくて中国を選んじゃったんだ。今更遅い。真剣に抗議に動かなかった俺たちにだって責任があるさ。